優子、今度の週末ちょっと実家に泊まりに行ってくるわ。夫が突然そんなことを言ってきたので、どうしたのかと尋ねる。実は父さんと母さんの結婚記念日なんだよ。今年で結婚40年だって言うから、こんな時くらいお祝いをね。そうなの？じゃあ私も行かないといけないよね。それも思ったんだけど、誕生日とかならともかく、結婚記念日だからな。激務の優子に来てもらっても逆に申し訳ないと思うんじゃない？確認すると、その日は夜勤明けで、たまにはゆっくりしなよという夫の言葉に甘えることにした。義両親との仲は良好で、こちらのこともよく気にかけてくれているし、後日何かお祝いでも持っていくとして、今回は私は遠慮するか。私の名前は優子。32歳で看護師をしている。夫の健介とは出会って3年。結婚してからは2年が経つ。随分一緒に過ごしたように思っているけど、義両親の40年に比べたら、私たちなんてまだまだだ。義両親はとても仲が良く、二人で出かけては手をつないで散歩するような夫婦。両親が離婚している私にとっては理想の夫婦だ。いつか私も健介とそんな風に過ごしていけたらと思っていた。金曜日、夫は何やら買い物をして帰ってくる。明日は実家で料理を作るんだ。料理が趣味の夫は張り切っている。食べられればいいと思っている私に対して、夫はいかに美味しいかを追求するタイプ。普段から料理は当番制で、確かに夫の料理は美味しい。でも、いい素材を使えば美味しいのは当たり前。それに、料理を使った鍋やボウルはもちろん、食べた後の食器の片付けまで全部私にさせる。片付けまでしてほしいと何度も言っているが、どうにも聞き入れてもらえない。後片付け、お母さんにやらせないようにね。せっかくのお祝いなのに面倒な後片付けだけ残されたら、お母さんがかわいそうだ。私がそう言うと、夫は、ああ、はいはい。と、右から左に流す。少し、イラッとしたけど。じゃあ、お父さんとお母さんによろしくね。と言って、夜勤の準備をして家を出る。翌日、夜勤を終えて帰ってきた私は、スマホの着信音で目が覚める。画面を見ると、お父さんからだった。夫が義実家に行っているはずだし、いつも連絡をくれるのはお母さんなのに。電話に出ると、お父さんの慌てた声が聞こえてきた。ああ、優子ちゃん、母さんが倒れた。どうしたらいい？え？私は飛び起きてお父さんに質問をする。いきなり倒れて、体が熱いという。この時期だし、熱中症かも。意識が朦朧としているようなので、救急車を呼ぶように言い、搬送先が分かったら連絡をもらうことにした。私はとにかく義実家に向かおうと、車で40分程度の距離を急いだ。出かけに夫に電話をしたけど出ないし、折り返しもないので、夫への連絡は諦めていると、お父さんから連絡が来た。やはり熱中症のようで、救急搬送されたという。病院に着くと、お父さんがいた。お母さんは、大事には至っておらず、今、点滴をしているというので、病室に向かう。ところで、健介は？病室ですか？すると、お父さんは不思議そうな顔をする。優子ちゃんと一緒じゃなかったんだな。先に健介に電話したんだけど、繋がらなくて。それで優子ちゃんに電話したんだ。てっきり健介が運転してると思ったから。それを聞いた私も疑問に思って眉をしかめた。だって、健介そっちに行ってたんですよね。今度はお父さんが眉をしかめる。しばらく私たちはお互い疑問符を飛ばしながら歩いていたが、病室について会話は中断された。お母さん、大事に至らなくてよかったですよ。そう言うと、
いつもより元気のないお母さんが笑う。わざわざごめんね。今日はお仕事は？昨日は夜勤でちょうど家にいたんです。ところで、ケンスケは？仕事？お母さんにそう言われてハッとした。お二人の結婚記念日だから料理を振る舞うんだって出て行ったんですけど。私たち三人は視線を交わし合う。何かおかしいと思いながら、もう一度夫に電話をかけると、ようやくつながった。あ、よかった。あなた今どこにいるの？すると、とんでもない答えが返ってくる。実家で手料理作って親孝行中だよ。確かに電話越しに包丁の音も聞こえる。私はとっさにごまかした。ああ、そうか。ちょっと寝ぼけちゃったみたい。ごめんね。仕事で疲れてるんだろ。お前は仕事だって言ってあるし、ゆっくり休みなよ。夫は義実家にいるという。でも、義両親は今、私の目の前にいる。じゃあ、夫は一体誰のために、どこで料理をしているのか。まさか、浮気なんてことは、そんな素振りなかったのに。私は記憶を掘り起こす。でも、革新的なことは思い浮かばない。強いて言えば、帰りが遅いことが増えたのと、少し前にビールとチューハイを買ったコンビニのレシートを見つけたくらい。夫はビールしか飲まないのに、なぜチューハイと思って聞いたけど、同僚と帰りにコンビニでお酒を買って愚痴大会をしていたと言われたので納得していた。それだけでは決定的な証拠にはならないだろう。私がそんなことを考えていると、心配したお父さんが病室から出てきた。何かあった？ケンスケは来るのか？急な仕事で会社に顔出してるみたいです。トラブルがあったらしくて、今日は帰れないかもって。私はとっさに嘘をつく。ああ、そうか。ゆうこちゃんも悪かったね。もう大丈夫そうだし、家でゆっくりしてよ。と、お父さんが言うので、私はうなずいて自宅に戻る。仮に夫が浮気をしていたとして、私はどうするべきなのだろう。夫が戻ってくるなら、知らないふりをしていた方がいいのかも。夫のことは好きだし、義両親ともうまくやっている。夫は私に対しても仕事や体調のことなど、いつも心配をしてくれる。私は悩みながら帰宅して、少し夫のことを探ってみようと思い、夫の部屋に入った。でも、いつも私も出入りしているし、特に怪しい気配もない。リビングに戻ると、パソコンが目に入る。私は自分用のノートパソコンがあるから、ここにあるものは使わない。もしかしたら、何か見つかるかも。インターネットの履歴を見ると、旅行サイトを見ていたようだ。調べていたのは、キッチン付きのホテル。だから食材を買い込んでいたのか。それをもって、浮気相手と旅行？でも、私はまだ夫のことをそこまで疑ってはいなかった。今日のことだって、もしかしたら友人たちとの集まりかもしれない。私が仕事をしているのに自分だけ遊びに行くというのが後ろめたくて義実家に行くと嘘をついたのかもしれない。そう思ったけど、次の瞬間、その思いは崩れ去る。ブックマークに写真を保存できるサイトがあった。恐る恐る見てみると、そこには、決定的な浮気の証拠がある。夫と女性が写っているものがたくさんあり、デートスポットや遊園地、旅行に行ったような写真ばかり。中には、裸が写っているものまであった。しかも、私たちが結婚した直後から始まっている。ということは、私は2年もの間、夫に騙されていたということだ。それに気づいてしまったら、もうこのまま生活するのは難しい。メールのやり取りも発見した。そこで気づいたのは、浮気相手の誕生日が、私と同じだということだ。メールと写真を見比べると、浮気相手には、アクセサリーや時計をプレゼントしていたことがわかる。私の誕生日には、
家事がはかどるようにとエプロンをくれたり、料理がうまくなるようにとレシピ本をくれたりしたが、浮気相手へのプレゼントとは雲泥の差だ。しかも誕生日当日に祝っているのは私ではなく浮気相手の方。私は夜勤もあって時間が合わないことも多いけど、まさか浮気相手が優先されていたとは。私は夫への思いが180度変わった。この浮気相手、夫の会社の後輩だ。結婚式にも来ていて、奥さんと誕生日が同じなんですと言ってきた女だ。メールを見てみると浮気相手の方からアプローチしていたようだけど、夫が簡単に誘いに乗っていた。私は収入もそれなりにあるし、病気になった時に文句も言わずに看護してくれるから、とりあえず離婚する気はない、なんて書いてあるメールを発見してしまっては、もう黙ってはいられない。私は離婚を決意した。パソコンの証拠はある程度スマホで撮って保存する。気がつくともう夜中だったので、私は一度寝ることにした。翌日、離婚に強い弁護士を探してみたが、どこを選んでいいのか全くわからない。一人で悩んでいると、インターホンが鳴る。もしかして、夫が帰ってきたのかもと、ビクッとしたけど、出てみると、お母さんだった。私は驚いて、中に招く。昨日は点滴を打って回復したので、家に帰ったそうだ。私に、お礼を言いに、わざわざ手土産を持ってきてくれた。お母さんと話していると、なんだか、悲しくなってきてしまう。こんなにいい義両親に出会えたのに、離れることになるのが寂しかった。お母さんは私に声をかけてくれる。何かあったら相談してね。その優しい言葉に、私は思わず全てをぶちまけた。話し終えてから自分の息子のことをこんな風に言われて、お母さんは怒るかもしれないと思ったけど、お母さんはこう言った。それ本当なの？許せないわ！私が浮気の証拠を見せると、お母さんはどんどんヒートアップ。浮気なんて、誰も幸せにならない。ケンスケはどうしてこんなことを。そして、お母さんは私に思いもよらない提案をした。ゆうこちゃん、荷物を持って、うちに来なさい。え？私が驚いていると、お母さんは電話をし始めた。相手はどうやらお父さんだ。義実家の部屋を片付けておいてと言っている。私はお母さんに促されるままに自分の荷物を詰め始めた。と言ってもすぐに必要なものは着替えとパソコンくらい。大きな荷物は後から運び出そうということで、車に荷物を積んでお母さんを乗せて義実家に行くと、お父さんが出迎えてくれる。居間に上がると知らない女性が座っていた。誰だろうと思ったら、お父さんが知り合いに頼んでくれた弁護士だという。さっきお母さんが電話をしてから呼んでくれたようだ。やっぱりこういう時はスピーディーに動かないとな。どこか得意げなお父さん。私は義両親の前で弁護士の女性に離婚したいことと慰謝料を請求したいことを話した。あまりの急展開についていけなかったけど、自分の意思を話したことで私にも覚悟ができた。私のことを金づる扱いして浮気相手と馬鹿にしていたのかと思うと、腹渡が煮えくり返る。義両親も夫の行いに腹を立てていた。その日の夜、家から電話がかかってきた。どこにいるの？スマホを水没しちゃってさ、全然連絡つかなくてごめんな。夫の声を聞いた瞬間、私の怒りは振り切れてしまう。私、引っ越したから。あなたもそのまま住むか引っ越すか今すぐ決めて、私の荷物は今週中に引き上げるわ。そう言うと、夫は慌て始める。何言ってるんだよ。どういうこと？夫の言葉に、私は怒りしか出てこない。浮気しておいてどういうことじゃないわよ！夫は混乱しているのか、よくわからないことを言い始める。浮気？俺が？なんで？どうして？
どうしてバレたのか、とでも言いたそうだ。すると、お母さんが電話を代わってくれた。今すぐ、実家に帰ってきなさい。は？え、母さん？え？混乱している夫を無視して電話を切る。一時間足らずで、義実家に夫がやってきた。ゆうこどうしたんだよ、こんなところで。慌てて玄関を開けて入ってきた夫に、私はため息をついた。はぁ、キッチン付きのホテルで浮気相手に手料理を振る舞った感想は？私がそう言うと、夫は一気に青ざめる。お父さんとお母さんの結婚40周年だから、手料理でお祝いをするんだなんて、よく言えたわね。お母さんが大変だったにもかかわらず、あなたはのんきに浮気相手と旅行ね。え、母さんどうしたの？すると、お父さんが出てきて怒鳴りつけた。母さんは救急車で運ばれたんだ。何度も連絡したんだぞ。お前がこの家に入るのは今日までだ。話し合いが終わったら二度と顔を見せるな。それと、お前が乗ってきた車、あれも返してもらうぞ。名義は俺のままなんだからな。お父さんは、夫が持っていた車のキーをひったくる。車通勤をしている夫は、これがなくなると非常に困ることも知っている。私は内心、ざまあ見ろと思った。後からお母さんも出てきて、浮気だなんて情けない。全部知ってるんだから。父さんも母さんも、あんたじゃなく、ゆうこちゃんの味方よ。と、怒った。弁護士には一度帰ってもらっているので、私から離婚の意思を伝えた。夫は青ざめた顔のまま慌てている。離婚？そんなの困る。どうしてだよ。俺は家事だって手伝ってたし、料理だって作ってたじゃないか。必死な夫の様子に、私はため息しか出てこない。家事って言っても、まとめたゴミをゴミ捨て場に持って行ったり、畳んだ洗濯物をしまったりするくらいでしょ。洗濯機の使い方もわからないとか言うし、お風呂やトイレの掃除なんてしたことある？でも料理は。その言葉に私はカチンと来てしまう。料理を作ってるって言ってるけどね。後片付けまでして初めて完結するの。あなたのは作るだけ。しかもちょっといい食材を買ってきて、私にドヤ顔で美味しいでしょって言ってくるけど、そんなの美味しいに決まってるでしょ。食費も考えて作りなさいよ。そこまで言うと、夫は逆切れをしてきた。は？お前が作る料理よりよっぽどうまいんだよ。後片付けなんてすぐ終わるだろ。作る方が大変なんだよ。昨日だってあいつは美味しいって言って食べてくれたんだからな。あいつとは浮気相手のことだろう。そりゃホテルのキッチンなんだから片付けなくていいもんね。浮気相手はあなたのお金で買った高級食材を何のストレスもなく食べてるんだから美味しいでしょうよ。私の言い方が気に入らなかったのか、夫は怒鳴った。だったら離婚でも何でもしてやる。お前とはもう終わりだ。そう言って玄関を出て行ってしまった。でもお父さんに車の鍵を取り上げられているので、しぶしぶと歩き出した夫。その背中は情けなかった。翌日、私は生活費を引き落としている私の口座を解約した。家賃も電気代もガス代も水道代も、もう私のお金でなんて支払わない。夫には離婚届を送り、財産分与と慰謝料の請求もたっぷりとしてやった。夫は怒り任せなのか離婚届も書き、財産分与と慰謝料にも同意。一括で支払ってもらったが、貯金だけでは足りなかったらしく、夫は消費者金融で借金したようだ。後日、私が荷物を引き取りに行くと、見知らぬ荷物が置いてあったから、浮気相手が引っ越してきたのかもしれない。でも、私には関係ない。もちろん浮気相手にも弁護士を通して慰謝料を請求した。すると、一ヶ月後、元夫から電話が来た。家賃も電気代も請求書が届いてるんだけど。ああ、
今頃気づいたのか。そりゃ引き落とせないんだからそうだよね。当たり前でしょ。引き落としてた私の口座は解約したんだから。絶句している夫。え？どうして自分が住んでいないところの家賃を払わなきゃいけないのよ。今までより生活レベルは落ちると思うけど、自分たちで頑張って。あなたの給料じゃ、そこのマンションに住み続けるのは厳しいと思うけどね。それだけ言って電話を切った。元夫の給料は私の給料の半分ほどだ。家賃を払ったら生活費がほとんど残らない。実は私が足りない生活費の大部分を出していたのだ。その後元夫から復縁要請が来たけど、もちろん無視している。義両親の話によると、会社に居づらくなって辞めたと義実家に来たけど、お父さんが追い返したそうだ。その頃には私はすでに義実家を出てマンションを借りていた。元夫とは連絡も取っていないけど、義両親はたまに連絡をしてくれて、今でも良好な関係だ。義両親が手をつないで歩く姿を見て、私もいずれこうなれる人を探そうと心に決めた。